大熊座47番星は約46光年の距離に位置する大熊座の構成で太陽とよく似た黄色の主系列星である。2010年現在3つの惑星の存在が確認されている。質量は太陽と同程度だが金属量は約110%とやや多い。スペクトル型は G1V、表面温度は 5855K と太陽より わずかに高い。絶対等級はプラス4.30で、これは、オーグマ四47番星が太陽より1.6倍、明るいことを意味する。太陽と同様の主系列星にあたり、コア内部では水素をヘリウムに変換する核融合反応が起きている。星の年齢は、再創活動の程度から約60億歳と、推定されている。ただし、 構成進化モデルに基づく推定では、より古い約87億年年という値も出ている。オーグマザ47番星系の惑星軌道と、太陽系の惑星軌道の比較1996年、アメリカ合衆国の天文学者、ジェフリー・マーシーとポール・バトラーによりオーグマザ47番星を回る惑星の存在が明らかとなった。惑星を持つ恒星はその引力の影響を受けて、 わずかながら揺れが発生し、視線速度が周期的に変化する。その際に起こるドップラー効果によるスペクトル変化を調べることによって発見された。このオーグマザ47番整備は長い光転周期を持つ太陽系外惑星としては初めての発見である。オーグマ47番整備以前に見つかっていた系外惑星の大部分は 恒星に非常に近い軌道を回る、灼熱の巨大ガス惑星で、ホットジュピターと呼ばれるものであった。また、その後発見された、境外惑星の多くとは異なり軌道離心率は、小さい。質量は少なくとも、木星の2.63倍で、光天周期は1089日。太陽系に当てはめると、火星軌道と木星軌道の中間に相当する。 第2の惑星、オーグマザ47番星 C は、デブラ・フィッシャー、ジェフリー・マーシー、ポール・バトラーにより、2002年に同じ方法を用いて発見された。フィッシャーらの発表によると公転周期は2594日。オーグマザ47番星 B との軌道の比率は、太陽系における木星と土星の軌道の比率に、特示しており、質量比も、おおよそ同程度である。 しかし、その後の測定で、惑星 C の存在は確認できなかった。6900日以上にわたる、長期観測の分析が行われた、結果、約2500日と発表されていた、公転周期は誤りである可能性が高く、代わりに公転周期は7586日、軌道半径を7.73 a u とするのが最も適当であると考えられた。ただし、 この値も依然として非常に不確かなものだった。2010年、フィリップ・グレゴリーとデブラ・フィッシャーは、オーグマザ47番星が惑星を3個持っていると仮定すると観測データをうまく解釈できることを発見した。このモデルでは、基地の2つの惑星の外に新たに第3の惑星が追加された。8000日程度とされていた惑星 C の公転周期は、 2500日程度に修正された。この成系の生命居住可能領域の外側領域では地球型の岩石惑星はオーグマザ47番整備の重力の影響により崩壊してしまう可能性が高いが内側領域であれば安定した軌道を保つことができるとシミュレーションされている。しかし構成からの距離が 2.5au を切る位置に この巨大惑星が存在するため内側の惑星は形成を阻害され、その間に蓄積される水の量も減少すると考えられる。これは領域内に地球型惑星が誕生していたとしても、水がわずかしか含まれない小さな惑星となっているであろうということである。暗い星であり、神話や伝承に基づく固有名はなかった。2015年に、 国際天文学連合によって太陽系外惑星系の名前の公募と投票が行われた際にこの整形も募集の対象となった。2015年12月15日国際天文学連合より太陽国のアマチュア天文以団体ザタイアストロノミカルソサエティが提案した以下の名称が選定されたことが発表された。AB パーセクは1年より計算。 後年は1年収支差3.2615638より計算し等級556より計算。少数第1位まで表記。ありがとうございます。